島県喜多方市。児童図書館の設立を夢に描く読書好きな少年穴沢図書は、図書館職員の養成機関文部省図書館講習所に進み、卒業後中央大学に進学した。大学では法律の勉強をしながら、東京医科歯科大学の図書館で司書のアルバイトを始めた。1941年7月、図書館講習所の後輩たちが夏休みを利用し実習に訪れた。その中に司書を目指す2年後輩、孫田千恵子がいた。敏夫は短い夏に千恵子への好意を抱いた。1942年年明け間もなく、敏夫は千恵子に交際を申し込んだ。千恵子の返事は友人としてであった。二人は戦時体制が厳しくなる中で、手紙の交換やたまに顔を合わせることで少しずつ親交を深めていった。1943年、日本軍は初戦の快進撃から一転、ここ1年は苦戦の連続であった。6月、内閣総理大臣兼陸軍大臣東条英機は航空機の戦略的価値を認め、航空戦力を超重点とする指令を発し、航空機の増産、操縦者を中心に航空要員の緊急大量要請を急いだ。7月30日、陸軍航空本部総務部長遠藤三郎中将は特別操縦見習い士官1200名を招募。航空機の能力を十二分に発揮し、使いこなすためには科学的な知識と教養、的確な判断力が必要とされる。心身ともに秀でた学徒こそ空中勤務者としてうってつけの道であると呼びかけ、新聞にも掲載された。国のために何ができるかを自問していた敏夫は特捜に応募。6倍の競争率を勝ち抜き、特捜一期に合格した。9月23日、中央大学繰り上げ卒業。9月30日、入隊前日、千恵子との時間を持てた敏夫は、これまで千恵子が自分に送ってくれたすべての手紙を返し、一緒に一冊の本を渡した。本には、制空を期すの文字が書かれてあった。10月1日、特捜一期入隊。見習い士官として曹長任官。国内の教育隊で訓練に入った。1月末、休みが取れた敏夫は、目黒の叔父の家に行く前に、港区三田の孫田家に千恵子を訪ねた。千恵子はいつ会えるかわからない敏夫の翌月に近づいた誕生日に備え、犬のマスコットを用意、プレゼントしてくれた。敏夫は厳しい訓練も犬のマスコットと共に空を駆け、千恵子に、一人飛ぶも一人にあらず懐に、君を抱きて空行く我はと手紙を出した。1944年3月、熊谷陸軍飛行学校相模教育飛行隊で短期間速成教育を修了。操縦教育のため台湾高雄配属が決まった。敏夫は出発前、孫田家を訪問。千恵子にこれが最後になるかもしれないと覚悟を伝えた。敏夫が帰った後、千恵子は彼が触れた吸い殻を2本、大切に小箱に収めた。台湾では、敵の空襲に遭いながら訓練を続け、4ヶ月後、台湾での協定を終了。大阪・柏原で246戦隊配属、少尉に任官した。
国の操縦者不足を憂い、特捜に応募した敏夫だったが、士官学校卒業の士官候補生からの任官と違い、大卒短期教育、幹部候補生からの少尉任官は不快な思いをすることもあった。厳しい訓練が続くある日、246戦隊に理不尽な言葉をかけた幹部がいた。敏夫は訓練視察中の幹部めがけ急降下、テントギリギリで操縦桿を引いてみせた。普段物静かな敏夫の秘めた激しい一面だった。1944年10月、戦況は悪化の一途をたどっていた。10月25日、フィリピンで海軍の特別攻撃が始まった。11月12日、陸軍も特攻を開始。12月初め、敏夫は軍政の不信を兵の命で補う特攻隊員に指名された。12月8日、陸軍は敵機動部隊来襲に備え、第三新部隊編成。敏夫を含め、総勢12名が選抜され、一式船はやぶさを特攻機として受領した。隊長は部下思いの長谷川稔隊員。死ぬ時は一緒と隊員に声をかけ、部隊は急増ながら結束を強めた。大阪で訓練を続ける敏夫のもとに千恵子が面会に訪れた。いつも離れないマフラーになりたいと手紙をもらっていた敏夫は、千恵子のマフラーを自分の首に巻き、その上から白い飛行マフラーを巻いた。千恵子への思いを強くした敏夫は、福島の家族に交際と結婚の意思を伝えた。しかし、両親に反対された上、家督を継いだ長兄に、都会の女は信用できないと猛反発を受けた。12月中旬、三重県亀山、北伊勢陸軍飛行場に移動。1945年2月8日、第6航空軍指揮下に入り、第3新部隊は第20新部隊と改名した。1945年3月、硫黄島で米軍に多くの流血をもたらした守備隊の奮戦も限界が近づき、戦線は本土に迫っていた。3月8日、第20新部隊隊長、長谷川隊員の取り計らいで、特別に休暇をもらった敏夫は、故郷福島で両親と兄を説得し、結婚の許しをもらうことができた。翌9日、東京に移り、孫たけに千恵子との結婚を申し込んだ。孫たけも結婚に前向きではなかったが、千恵子の覚悟を確認した上で、二人の結婚を許した。式の日取りは今月25日頃と打ち合わせ、孫たけから目黒に移動。叔父と婚約・結婚の手はずを整え、その晩は叔父の家で幸せな眠りについた。この日は非常に強い風が吹き荒れ、影響で監視レーダーは正常に機能していなかった。日付が変わった直後、3月10日午前0時7分、無警戒の東京の空に B-29 が現れ、無差別爆撃を開始。東京大空襲が始まった。低高度、夜間の焼夷弾攻撃は木造家屋が密集する市街地を焼き、炎に照らされ逃げ惑う民間人にためらいなく機銃が撃ち込まれた。千恵子の身を案じた敏夫は親戚の家を飛び出し、大鳥神社までたどり着いた。焼き尽くされ混乱する東京で、敏夫は奇跡的に千恵子と巡り合うことができた。二人は
お互いの無事を喜び合い、俊夫が駐機した飛行場まで国電で同行することにした。しかし空襲後、混雑した車両は二人を引き離し、人波が千恵子をホームに押し出した。二人は空港までのわずかな時間も共有できず、池袋が別れの地となった。期待した亀山の空気は張り詰めていた。第20新部隊の周囲は慌ただしくなり、3月16日、海軍の大分飛行場に転進。一時的に手紙の発信を禁止された。3月17日、硫黄島守備隊玉砕。米軍は大型爆撃機発着用に硫黄島の飛行場整備を進めた。3月18日、大分飛行場が敵襲に遭い、山口県防府に避難後、宮崎県都城東飛行場に転進した。3月19日、目黒の俊夫の叔父が孫竹を訪れ、正式に結婚を申し込んだ。孫竹はそれを承諾した。3月23日、沖縄諸島に米軍の空襲が始まり、硫黄島からの敵で本土の空襲回数が増えていった。俊夫は自分が特攻隊員であることを明かさなかったが、不安を感じていた千恵子は一目会いたいと思いを募らせていた。亀山の長谷川隊長宅を訪ねた千恵子は、夫人から部隊が都城にいると教えてもらった。国内の移動はすでに安全ではなくなっていたが、都城へ会いに行こうと決めた。千恵子が白むくを着る予定だった3月25日、亀山から列車に乗り込んだ。3月26日、米軍慶良間諸島上陸。沖縄戦の航空特攻が始まった。3月27日、第20新部隊は都城から知覧に移動した。知覧基地からは直接または徳之島や喜界島に前進してから出撃することもあった。3月29日、第20新部隊は徳之島への前進が命令された。しかし俊夫は機体整備が間に合わず、共に行けない不運を嘆きながら、知覧で長谷川隊長と戦友の出撃を見送った。同じ日、何度も空襲を受けながら4日をかけ、千恵子は都城までたどり着いた。都城、知覧約110キロ。これまでの旅を考えれば、俊夫はすぐそこにいた。しかし、飛行場の衛兵は、第20新部隊は徳之島に前進しましたと告げた。千恵子に、知覧に残された俊夫の消息を知る術はなく、無事を祈りつつ、失意の中で帰路に着いた。3月30日、必死絶殺を合言葉に、徳之島に前進していた第20新部隊の特攻が始まった。知覧の俊夫にも出撃命令が下り、徳之島を目指すも、荒天で引き返さざるを得なかった。4月1日、米軍沖縄本島上陸。4月2日、俊夫は第30新部隊に同行が決まり、沖縄を目指したが誘導機が故障、知覧に帰還した。同日、徳之島から出撃した長谷川隊長が戦死した。4月6日、陸海軍共同第一次総攻撃。俊夫はトラブルで残った第20新部隊3機で出撃。しかし隊長機が機関を判断、
引き返すこととなった。4月7日同じ3機で出撃するも天候不良で知覧に戻った。4月8日何度も湿地に入った敏夫は、妹のような年齢で勤労奉仕をする知覧高等女学校なでしこ隊と束の間の会話を楽しむことができた。4月11日なでしこ隊の給仕で第20神部隊、第30神部隊、第69神部隊の送別会が行われた。1945年、昭和20年4月12日、第2次総攻撃、午後3時。最後尾で待機中のハヤブサには額に鉢巻き、首には白い飛行マフラーの下に、千恵子からもらったマフラーを巻いた敏夫がいた。出撃はこの日で5度目を数え、第20神部隊隊長機として特捜同期大平少尉、寺沢軍曹と3機で行くこととなった。出発船に移動した敏夫は、見送りの整備兵や関係者に何度も敬礼を送り、なでしこ隊の桜に見送られ、にっこり笑って知覧を飛び立った。爆弾とガソリンを積んだ敏夫のハヤブサは、上空で翼を左右に大きく振り、見送りに感謝を示した後、第20神部隊3機で編隊を組み、開聞岳上空で旋回、沖縄の方角に消えていった。